貝殻のような模様が見えるでしょうか。どうも、ビデオです。今日はクラフトマンのモーフィングミラーを紹介したいと思います。ちなみに私のはパッドアームにワイドボディ。パッドアームとはこちら側が若干太くなるシャフトです。ワイドボディもこちら側が大きくなるボディです。ボディ、シャフト、根元のナット、すべてアルミ削り出しになっております。アミコさんのブレーキレバーもアルミ削り出しなんですが、だいぶ雰囲気は違うと思います。レンズはブルーレンズです。私はポッシュのアダプターで若干外側に振っております。またがって手を添えた時、ミラーの3分の1前後は自分の腕が映ります。若干値は張りますが、おすすめのミラーであります。